大阪市立中央小学校は大阪市中央区にある公立小学校。地域の少子化とドーナツ化に伴う児童数の減少により、従来の金王、桃園、桃谷、東なるの4小学校が統合して1991年に創立した。4小学校の統合は当時の日本では初めてだったとされている。中央区はマンション建設が急増し、 現在都心回帰によって人口が大阪市24区の中でも著しく増加しているため、この中央小学校の位置する大阪市南区エリアの児童数にも深刻な影響を及ぼしている。2015年には現在の校舎には入りきらなくなった児童を収容するために運動場を縮小して給食室の入った新校舎の増築工事を開始し、2016年度に 完成した。本校では、全進校の遠隔についてもまとめて記述する。1872年の学生発布を受け、1873年に、南大組、第四区小学校が開校した。第四区小学校は、旧、日立国土浦半半出土屋相模神、倉屋敷跡に設置され、開校から閉行まで、同じ場所に校舎があった。 第四区小学校は1879年1月に河原山地小学校と改称した後、1887年6月には南区金王人上小学校と称した。1889年には大阪市の市政施行により大阪市金王人上小学校となった。金王校の開校と同年の1873年には南大組第三区小学校も開校している。 第3区小学校は1879年に万年小学校に改称し、1886年には南区桃園人常小学校に改称している。1889年には大阪市の市政志向により大阪市桃園人常小学校と称した。1895年には東新河原山地の敷地へと移転している。また、 1874年3月15日には桃谷小学校が開校した。しかしこの時に設置された桃谷小学校は、1882年に万年小学校へ合併し廃校となっている。桃園小学校では1908年、分離校を新設することになった。1908年4月に大阪市桃園第二神城小学校を開設した。 これに伴い従来の東園尋常小学校は、東園第一尋常小学校へと改称している。1939年には番号での故障をやめ、大阪市桃園尋常小学校の名称へ変更している。1908年4月に東園小学校より分離する形で、大阪市東園第二尋常小学校として開校した。学校敷地は、明治時代に廃校となった。 旧桃谷小学校の跡地を活用し、開校から閉校まで同じ場所に校舎があった。1939年には番号での故障をやめ、大阪市桃谷人城小学校の名称へ変更している。1875年3月15日には、当時の東成郡北平野町に、第五大区第一小区、第二番小学校が開校している。北。 平野小学校は、大阪市立生玉小学校及び、大阪市立東成小学校の前進校にあたる。両校は1921年に分離したが、両校とも1875年を、創立年と位置づけた。北、平野小学校は後、東成郡東、平野神城高等小学校と改称し、 1897年3月31日には大阪市への編入に伴い大阪市東平野神城高等小学校と称した東平野小学校は1919 19年に最終所在地の敷地へと移転している1921年東平野第一神城小学校と東平野第二神城小学校の2校に分離した東 平野第二尋常小学校は1940年に東南尋常高等小学校へと改称している。1941年の国民学校令により、従来の小学校は国民学校に改められることになった。これに伴い、金王尋常小学校は、大阪市金王国民学校、桃園尋常高等小学校は、大阪市桃園国民学校、桃谷尋常小学校は学校、 大阪市、桃谷国民学校、東成尋上小学校は、大阪市東成国民学校へ、それぞれ解消した。大阪市の国民学校では1944年以降、児童の学童疎開が実施されることになった。縁故がないものなどは、集団疎開を実施することにし、1944年9月以降、疎開先に出発した。大阪市では、各行政区ごとに、 疎開先の府県を割り当てている。当時4国民学校が属した南区では、滋賀県への疎開が割り当てられた。金王国民学校の児童は、長浜市へ、東園国民学校の児童は、坂田郡、沖永村、坂田村へ、桃谷国民学校の児童は、坂田郡鳥居本村へ、東なる国民学校の児童は、愛知郡洋市見村、稲田村へ、それぞれ疎開した。 1945年3月13日から14日にかけての第一次大阪大空襲では南区は大きな被害を受けている。この空襲で東なる国民学校の校舎が全焼している。東なる国民学校は終戦後休校となり、1946年4月1日付で桃谷国民学校へ統合された。金王国民学校の校舎は空襲被害を免れた。 しかし、金王校の校舎は、空襲で、天皇塾からすが辻の校舎を全称した大阪市立、天皇寺商業学校の校舎として転用されることになった。金王校は休校となり、東園国民学校へと統合された。1947年の学生改革により、大阪市立東園小学校、大阪市立桃谷小学校の2校が発足した。 また、戦災からの復興に伴い、桃谷小学校より独立する形で1950年に大阪市立東なる小学校が再開した。一方、金王小学校の校舎は1958年3月まで天王寺商業高等学校が使用していた。天王寺商業高校は1958年3月、元の場所に校舎を復興し、金王校舎から退出した。 地域住民が小学校再開を要望していたことなどの背景があり、1958年4月に大阪市立金王小学校が再開した。天王寺商業高等学校退出後の整備工事のため、再開後しばらくは、東園小学校内に仮校舎を設置していた。1958年5月に整備工事が完了し、元の高地に復帰している。 1950年代以降には、金王、桃園、桃谷、東なるの4校が地域にあったが、4校とも都心部のドーナツ化現象などを受け、1960年代後半頃からは児童数の減少傾向が深刻な問題となっていた。そのため4小学校統合の話が具体化した。4小学校を統合するのは、 学生改革による新生小学校制度の発足以降では大阪市で初となり、また当時の日本でも初めてだったとされる。統合準備が進められ、1991年3月に全新校4校が並行となり、1991年4月1日付で大阪市立中央小学校が開校した。 中央小学校は、旧金王小学校敷地を転用した。中央小学校開校に合わせ、校舎を建て替えている。旧桃園小学校跡は、児童公園となっている。旧桃谷小学校跡は、社会福祉会館となった。また旧桃なる小学校跡地の一部を転用し、高層マンションが建てられている。旧、金王小学校旧、桃園小学校。 ありがとうございます。